いかにもって感じの扉だな。ここが一番奥なのか。レナス・アルマと赤い女もこの中なのかな。ここまで来たからにはそうであってほしいものだな。おそらくここも王にしか開けられまい。アルフェン、お願い。どんな秘密が待っているか見極めよう。ヴォルラン、本当に生きていたのか。レナス・アルマもあるわ。それじゃやはりここで奨励の儀を。だけどなんだか様子が変だよ。全く気に入らん。諸力を糾合すべし、始まりの入り混じりより現れしよう。未だあるべきに至らざれば、よろずを煮えに。レナの採用、まことの王の見合い。何があったのだ。自我も失い、まるで機械の一部のようだ。ねえ見て、あれって。これは巫女の紋章じゃないか。まさかこの部屋全体が巫女の代わりを果たしているのか。一応稼働しているようだが、すでに儀式は行われた後なのか。レネギスの変形なら、儀式の目的はダナの精霊力を根こそぎ奪うことだったことになる。だが奪う理由は何だ。それほどの精霊力を黒幕は一体どうするつもりだ。わからない。だがどこかであの破滅につながっているのは確かだろう。それにダナから奪い続けるのを許すわけにはいかない。とにかくレナス・アルマを回収しよう。今の俺たちにも何より必要なものだ。いきなり襲ってきたりしないよな。脅かすな、ロー。アルフェン！赤い女！ようやく会えたな。お前には聞きたいことが山ほど。待て！何？同じ顔？こいつら！ちょ！嘘でしょ！こいつら一体！まさ
人間じゃないのか。お前たちが本当のレナの支配者なのか。どうやら話をする気はないと見える。ここは戦うしかないが、アルテル。このままだと私たちの方が危ない。分かった。とにかくこいつらを止めろ。インフェルノ。ここ。引き止め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 。ここまでだ。切らして撃ち抜いてやろうか。
貴様の滞在、終わりよ。頼む、仲間を。